はいお疲れ様です今回ですね幸福の科学の書籍ですね関連書籍で運命を好転させる考え方っていうのがあってこれが非常にね役に立つんで紹介したいと思うんですよまあ人間誰しも運があるってことは認識してるくせにじゃあ運の高め方ってどうすればいいんですかっていうとまともに学んだことって多分ないんじゃないかなと思うんですよでも運がある以上運が操れなければ結局ね自分の努力だけでできる範囲って限られてくるんですよそそもそも 努力がでできるる運を持っっててかかどうかなんですよねだって努力したいと思っても毎日派遣労働でそれこそね1日15時間ぐらい働いても給料が安ければもう自己育成どころじゃないわけですよまあでも生活費には別に心配がなくってね、えー、勉強さえ自分の、うん、自由な時間で確保すれば何とでもなる人っているわけですよでも残念ながらゲームをしたり切りをしたりサボっちゃうとそれも全部無駄にするんですよね でこれもだからどんな運が自分についてるかにもよりますしまさに運を扱えずに人生は扱えないと思います人生ってのは運命とか宿命ってのがあるでしょいやないと思う方はないと思えばいいんですけどもでも男性に生まれるのか女性に生まれるのか日本に生まれるのか日本以外に生まれるのかもうすでに運が始まってるんですよあとは生まれた時に金持ちに生まれるのかそうじゃないところに生まれるのかっていうのもこれは自分で選択できない運ですよね だから、運に基づいて人生はスタートしてるっていうところを考えると、運を無視すれば人生を無視したことになるんですよ。私はそういうふうに考えてます。はい。じゃあ、前提はこのぐらいにしてみまして、えー、幸福の科学の中で、えー、3つの例が出てますんで、これを紹介しましょう。どれを選ぶかはあなた次第です。1つ目、えー、失敗が怖い方へのメッセージです。ザリガニ型の人生では運命は開けないって書いてますね。ザリガニ型ってのはどういうことかっていうとね、ザリガニってこうね、こういう形しますよ。エビみたいなやつですね。 目の前に危険が訪れると後ろにピュンと逃げるんですよ後ろに逃げてませんかやばいことがあって後ろに逃げちゃう方っていうのは後ろに網を置かれると簡単に捕まるってことなんですよ、まあ、ですんでねこういったザリガニ型の臆病な人を陥れようと思うと非常に簡単だってことなんですよそしてそういう罠が世の中には張り巡らされていますですんでザリガニ型の人生だ運命が開きませんので怖いなやばいなと思えばそれなりの対処策を持ってね 前に進むか、踏みとどまるってことが少なくとも求められているのかなというふうに思いますね。で、二つ目、えー、挫折に苦しむ人にのメッセージです。雪だるまの姿に学べば、人生負け知らずというやつですね。これどういうことかっていうと、雪だるまって、こうね、あのー、こう転がしながら大きくなるじゃないですか。その際ね、泥とか土も巻き込みながら大きくなっていくんですよ。どうでしょうかね。これはわかりやすいんじゃないですか。だから、いいことばかりを集めようと思って。 泥ととと、とか土を避けようと思うう思これは苦労がつきまとうんで,すよでもね多少の古傷とか多少のつまずきは巻き込みながら前進していくといつの間にか器の大きい人間になっているってことなんですよ。それこそ失敗も経験して挫折も経験して裏切りも経験して誤解も経験してそんなのは人生につきものだと思ってそれでもね人生全部を巻き込む形で前に進めば雪だるまは大きくなるよってことなんですよ。 まあ無傷でね、人生を送ることができないっていうのは分かっているわけなんですけども、どうしても目先の苦労って避けたがるでしょそれがだからザリガニ型と雪だるま型の大きな違いだというふうに解釈できます。じゃあ3つ目。渦中にある人へでございます。渦中って意味分かりますかね渦中って意味が分かんない人は、私の動画を閉じてください。<laughs> えー、綾小貝は苦しみながら真珠を作るって書いてますね。これ私もね、知らないことだったんで、これから読もうと思います。 綾子貝は中に入った砂やガラス片を苦しみながらそれを粘液で包んで真珠を作り上げますつまり人生に苦しみ悲しみは絶えませんがそれを受け止め煮詰めて人生の真珠に変えていくのだと思うと苦しい時期を乗り越える力が湧いてくるそうです、うん、まあ素直に受け取ることは私もできませんけども苦しみっていうのがやがて乾きに変わるって書いてますねこれイラストがありますけどあの今うまくいってる人も必ず言うのが 苦しい時期を何とかやりきりましたとかね、どん底から這い上がってきましたってことなんですよ。まあ、つまりは、成果物ができるとそれまでいろんな嫌な思いをしていたことも全部宝に変わるんですよね。これからやることが過去を変えると言ってもいいでしょう。でも、うだつの上がらない人生をずっと続けていると、自分の過去を恨むことばっかりになってしまって、その泥沼から抜け出せないでいるんですよね。 当然何者にも感謝できませんしあいつのせいだこいつのせいだ日本が悪い政治が悪い時代が悪いっていうふうになっちゃうわけなんですよいや、でもその全ての選択には自分が関わってるでしょってことと今日のテーマ運ですよねいや運が悪かったと思うんだったらじゃあ運を変えるために何をすればいいのかってことぐらいは興味を持たなかったんですかっていうところに返ってくるわけですよ運は操れますんで運を操る力を少しずつつつけていったらどうかなっていうのが私の考えです 運がいい人、悪い人がいますけどもたまたま運がいい人まあないい問題ないんですよでも運が悪い人でもどうやって人工的に良い運にしていくかってことがまあ考えられますよね。まあ、それについいいててままた別のここととでお話し,していこうと思います。今日は幸福の科学の中からとっても勉強になるね、えー、小冊子を取り上げて私の考えをお話ししてみました。